はい、えー、こんにちは。えー、えー、レールの笹原です。えー、コンピュータネタあー、リスプネタでお送りいたします。えー、とですね、うーんーと、M 式であの、知ってますっていうか、知ってる、あのリスプやってる人だったらあの知ってると思うんですけども、えー、と、ちょっとその辺をご紹介したいと思ってます。えー、と、M 式。 えー、現在の,、S、あのリスプはですね S 式, S 式シンボリック・エクスプレッションなんですけれども、あの過去は、丸過去はこういっぱいこう並ぶやつですね、あ今映ってますけど、このフィボナチスだとか、タライとかね、えー、これはあの S 式表現なんです。で、あのその昔はですね、えー、マッカシー博士がリスプを考案した頃はですね、 えー、M 式という表記が、えー、一時使われていました、えーメタ。メタエクスプレッションというもので、えー、とマカシ博士はあの S 式を当初はですね内部表現というふうに考えていて、えー、人間があの書いたり読んだりするのは M 式を使うということを想定してたんだそうですね。M 式というのは一体どんなものなのかと <laughs> いうことなんですけども、えー、とねあの これはね、昔のジョ,ンエラジョン・アレンさんという人が書いた「リスプの構造」という、えー、本なんですけども、この頃はまだあの M 式が使われてますね。であとね、中梨朝、えー、和先生の「リスプの本」、これ、ずいぶん昔に変わって、昭和57、8年に買ったこなんですけど、第2版です。えー まだこの頃はね、M 式で、えー、書かれてんですよ。M 式ディスプでね、うんあ、見えるかな。こんなふうなあの M 式が使われていましたあの。当時、中西先生はですねこうあの、人間に読んでもらえるためには、あの えー、リスプ、まだまだ全然、あの、これからリスプが普及するなんていう時期だったもんですんで、な、え、じ、ー、みがないので、うん、なんとかこう、ルフさせるにはですね、えー、M 式の方がいいんじゃないのかなっていうふうにお考えになってよ確かね、私、キータに書いといたんだけどな、キータのね、M 式、ちょっと待ってね、<laughs> えー、M 式、 あ,あったあった。えっ、ー、と、ずいぶん昔に書いたんだな。2018年に書いてますね。あの中西先生のことなんですけども、リスプでですね、その古い中西先生なんかが当初書返したリスプっていうのは、無意識、メタエクスプレッションでも読めたんです。あ、これこれ。 えーとさっきのあのご紹介したあのリスプ入門の第2版ですけどもね、無、えー、式が使われたりしたんですよ。こんなやつです。えー、で、これね、今思い出したんですけど、実は、あのイーザースリスプの,あのエグザンプルのところにですね、無式、えー、とトランスレーターが入ってます。えっ、ー、とね、無式トランスレーター。 えっと、エグザンプルの、イグザンプルの、エム、エムイクス、あ、これだ。ここに入ってます。えっ、ー、と、アイスリスプで書かれてまして、えっ、ー、とね、これを使うと、あ、ちょっと最初からやってみましょうか。えー、イグザンプルに入っていて、えー、こうかえっ、ー、とですね、あの、 えー、差し替え確かに。じゃあ、ま起動して、ロード、エグザンルの、エムエクスプ、LSP か。えー、で、起動はですね、エムエクスプ、で、起動します。エムってのはメタエクスプレッションですね。えー、それで、んと、さっきのは動くのかなさっきの <laughs>、えっと、 こんなのがね、えっ、ー、と、これコピペしてやると、お、えー、ちゃんと入りますね。あの中西先生のえと本に書かれてる M 式、あの正確には、マカシー博士の M 式とは違って、もうちょっと拡張してあるみたいです。 えー、アップルリスプ、うんその、アップル2なんかで動いた中西先生のリスプがあるんですけども、えー、それにはそういった M エクスプレッションを読み取る機能があったみたいですね。で、あのえー、イーザースリスプにもそんなふうなあのものが、えー、搭載されておりますので、もしよかったら楽しんでみてください。これ、パワー、パームこれ何なのかな あの並び替えなのかな順列、あ順列かなんか求めるのかなえー、本人もすっかり忘れちゃって <laughs>。えっと、関数の定義はですね、確かこうです。えっ、ー、とね、括弧の代わりに、仮括弧を使って、それで、ディファンじゃなくて、中西先生流だとこれなんですよ。この記号を使って関数定義しますと。で、中置記法が使えるようになってまして、えー、こんな風です。だから、 えー、のとやると、うん、プラス1で4が返っていきます、えー、何これはリスプって感じが逆に今の人からするとするのかもしれませんけども、えー、当時はあの M 式だったんですね、えー、なんかもこう懐かしい人に,とってはな人によっては懐かしいああ M 式ねみたいなのがあるかもしれないんですけどもまああのこれはまあ初期のあの で今の Ruby だとかエリクサーだとかいろいろこうモダンなタイプの言語はありますけどもあのー、やっぱ根本的な発想はねリスプだと思いますあの竹内郁恵先生もおっしゃってましたけども Ruby っていうのはあれはあのこいないリスプだからねなんておっしゃってましたけれどもね、えー、まさしくその通りだと思います。 でその表記もねいろいろとこうあの人間に分かりやすいように表記しやすいあの記述しやすいようにっていうのが、うん、非常にいろいろとあの工夫されてますけれども、まあ、アイディアとしてはああのまあ、武骨ですけどね当初の M 式なんですがね、えー、こんな風だったんですねなんかねまあでも微笑ましいような気もしないでもないですで中西先生はあの確かねあこっ 私のデバッグってね、ビットって雑誌があ,のありましてね、そこであの中西先生、あのご存命の頃に投稿されたのがあるんですけども、要するに、ルフさせるには、あの、無、え、識、ー、っていうのも必要ではないだろうかっていうふうなことで、えー、先生の作りになったリスプ処理系にはあの、KO リスプ、K リスプだったかな、アップリスプなんかには、 えー、この M 式で読み取るって機能があったといいう風に聞いておりま,すまあなんか、<laughs> そんなのもあったのねみたいな感じで、えー、もしよかったらあの、イズアスリスプに収録されてますんで、えー、意外と今のリスパーの人からするとキーな感じがするかもしれないですね昔はそんなことをやったのかみたいな感じであるいは昔からのリスパーの方にとってはいや懐かしいですねみたいな。 感じがするのかもしれませんはいまあそんなことでご紹介しましたじゃあまたお会いしましょう